きげんよう、くまこです。本日は味噌汁を作るところを動画に撮ってみました。四読抜きお味噌汁ということで、まあ、あとちょっとなんか綺麗な動画を撮るちょっと余裕や暇はないので、まずこれ参考に、このお鍋を使った場合、ちょっと材質がど忘れしてますが、こういうタイプのお鍋で、まあ何年か使って白米ですとか玄米を炊いた場合に、水じゃなくて火を切るタイミングがまずいと、このように焦げがつきます。でもまあこれは食用の重曹で煮沸かしてしまえばまあ結構取れますので、だけれどまあ気になる方はこういう焦げがすごくつくようになってしまったら買い替え時なのかもしれません。ちょっと材質はど忘れしちゃってすみません。でこのど忘れの現象が今四読抜きを始めて怪しい風になってしまったので、鼻詰まりがひどいんですけど、これがいわゆるコロナ後遺症でないことを祈りたいんですけれど、なんかもう人間鼻が詰まってると余計に言葉が出てきませんね。それでは本題に戻ります。それで私はそのしつこい鼻づまりはもともとアレルギー性鼻炎を持っていたので、そのコロナの後遺症としていきなりコロナ後遺症外来に行くよりは、まず私の場合はまああれだな、二毒抜いてたんだけれど四毒抜きをの生活を真面目に送って、それであとは納豆を取るように言われました。なのででも私ちょっとコロナ禍のコロナ禍騒動みたいな世の中の時にウェブとかの情報を真に受けてせっせと納豆を食べていたせいもあって、もともと好きじゃないのもあって、もう納豆を四毒抜き始めてからはさらにもう買うのも嫌になっちゃった状態ですので、でも耳鼻科の先生が納豆も食べないとっておっしゃっていたので、というわけでもう味噌汁の具として納豆を入れてしまいます。ちょっと一旦止めます。あ、止めることできないや。まあじゃあちょっとあとは出来上がりをの動画を撮ればいいね。ちょっと上から撮るのどうしたらいいか全くわかんないので、さあじゃあなんか他の四毒抜き YouTuber の人とかはすごいなんかおしゃまな映像だけれど、私は基本お子さんが真似できるような動画を作りたいっていうのもありまして、まあこういう適当にやってみます。なんか昔XJAPAN のヒデさんのものすごい大ファンだった理系の大学生の方からこれは美味しいっていう風に伺ったんですけど、味噌汁の中に納豆を入れて食べるんだそうです。それがすごい美味しいっていう話をふと思い出したので、私も真似してみたいと思います。でもちろんまた今後その納豆嫌いな私がどういう納豆を買って食べているかっていうのはまた気が向いた時に別の動画にしてアップしてみようかなというふうにも考えている、本当に緩いチャンネルです。なんか TikTok で
4読の動画を上げてみたら、まあ面白いかなと思って、あまりなんか誰も再生してないなと思ってたんだけれど、なんか最近多分ヨシリンさんのファンの方が TikTok で4読って検索するのかわかんないんですけど、私の動画を見つけた方も発生してきたので、なので私はちょっと弾き語り動画の再生回数とか登録者数の伸びが振るわないので、息抜きにこの4読おかず、あと自分で作った造語の「ヨシリン競技」っていう言葉がすごい好きなので、あと真面目な理由もちゃんとあって、オウム真理教の事件をが起きた時に、確か慶応大卒のお医者様がなんかスピリチュアル的な考えになんかすごく真剣に思い詰めたというか、ガーッと言ってしまったのは何でなんだろうっていうのが、ものすごく年を取るごとに不思議だなっていうのもあって、それもあって吉野さんという方の動画を少し拝見するようになった次第です。だからまあ理系の男性ってなんかお医者さん以外の理系の男性でスピリチュアル的な考えとかに真面目にすごくガーッとはまるような方は一般のオフィスワークの社会では遭遇したことないんですけど、なんかたまにお医者さんってお墓参りの話とかも診察の時になんか話してもなんか別に嫌な顔せずに聞いてくださったりするので、なんかちょっと私はなんかスピリチュアルじゃなくて、なんか感受性が強すぎて、なんかお腹の調子もなんかちっちゃい時から良くなかったのかなみたいなのもあったので、まあいろいろ東洋医学、西洋医学、いろいろ試してみたんですけど、まあとりあえず今はお医者さんがなんでスピリチュアルというか、なんか、各々の信念にガーって染まって、割と結構暴走というか突っ走ってしまうのかなっていうのが、ちょっとコロナ禍を通して、なんか他の、自称なのか本当のお医者なのかわからないけど、なんかちょっとなんか不思議なつぶやきをなさる方とかも拝見してたので、なんかそういう方たちがなんかツイッターでなんかみんなにしもじもに勧めてくるこの食事法がどういうものなのかっていう、なんかそういうどんな感じかなっていうゆるい自由研究がてらっていうのもあります。まあ私の動画に出てくる四毒抜きおかずは多分食べるのはかなり辛いと思うので、まあ極端に調味料を使わない人のパターンとして、まあなんかたまに見てもらえたらいいのかもしれません。というわけで本当に調味料とかを駆使しないので、夏休みとかでお子さんがちょっと料理の真似事してみたいなーっていう時に、なんか気楽に試せていいのかもしれないという感じの動画になっております。それではもうあとこれはお湯を入れて煮て味噌を入れて普通に味噌汁として飲むだけの状態でございます。なんかだし粉は何使ってるかとかはまた気が向いた時に別の動画であげてみようかなと思います。それでは今日は味噌汁の回でした。失礼いたします。